大谷嫁、今晩何食べたい？大谷、塩パスタでいいよ。かじめちゃらくそう。そもそも大谷は専属の料理研究家をつけるほどのガチ自炊勢や。オムライスに唐揚げってキッズみたいなとこもあるんやな。大谷はオムライスが好きだけど、卵が体質に合わないとかで、最近は月1くらいに我慢してるらしい。奥さんがいても自分で料理してそうではある。もう俺が作ったけどって返されそう。栄養管理大変そう。言うてシーズン中はハンバーガーとか食ってるみたいやし。アメリカのバーガーうまそう。大谷くらい稼いでたら、天ぷらでもいいよ、でも許されそう。嫁の分は別に作るんじゃないか。献立一品だけにしなきゃいけないわけでもないしな。メジャーリーガーの嫁は嫁同士の選手会みたいなのに参加しなきゃいけないからそっちが大変やぞ。むしろ家事なんかしてる場合じゃないやろ。家政婦やとうんだろうな。婦人会はどっちかというと貴族ごっこの類だろ。メジャーリーガーの嫁さんは F 会に出てチャリティーとかしなきゃいけないらしいな。スポーツはこういうの面倒くさそうよな。海外サッカーもそういうのあるらしいし。大谷、パスタは塩で食べる。近藤、それ、人生、つまんなくね。美味しくないじゃん。大谷、美味しい。塩パスタ食ってみたら意外とうまかったで。塩パスタだけ食べてるわけじゃなくて、野菜とかも一緒に食べるやろ。パスタサラダうまいよな。今日の晩飯塩パスタって言われたらわいはなく。嫁は塩パスタ食べたいんか？塩パスタ、シンプルな料理だからこそ、料理人の腕がよく現れるんですよ。なぜか大谷は塩パスタしか食べないキャラにされてるけど、本人の趣味も料理だし、色々と凝ったもの食べてるグルメやぞ。見た目は正直美味しそうにないが、小麦の香りが一層強調されて、噛めば噛むほど素材の旨味が出て美味しいぞ。味変のためオリーブオイルや胡椒をかけてみたが、断然塩オンリーの方がうまいわ。パスタは米屋さん、うどんといった主食の中でも、ダイエット向きの食材やし、一度試してみてもいいかもしれんな。